に出るべきでしょうか。ご無事で。私が倒しました。ですが殿が傷を、私が殿のおそばを離れたから。今日は私が殿の一番おそばに仕えていたのです。本来ならば殿をお守りするのは私の役目。それなのに。殿が寝ている間、主に吐かれることの意味を考えていました。上杉家にいた頃、私は戦に出たことがないどころか、主と共に外出したことも数えるほどしかなかったのです。ですが、そんな私が外に出るときは、決まって大名との会合など、公の場でした。鑑賞用として連れ出してくださったのか、単に用途を使い分けていただけなのか、今となっては、その理由はわかりません。ですが、一つだけ、わかったんです。少なくともその日、私は、選ばれていたのだと。私を履いて外へ出ること、それはつまり政敵や諸大名の前で死ぬことがあっても、私を履いた姿で良いと思ってくれたということ。あのお方、親方様がそのように私のことを見ていてくれたのだと、ようやく分かったのです。だからこそなのでしょうね。私が戦場に出たいとダダをこねるのは、彼女たちはいつも優しく差し止めてくれた。それはきっと主に吐かれる意味の重さを彼女たちは理解していたから。殿が傷ついてからその意味に気づくなんて、私は本当にダメな御剣です。ですが、このままでは終われません。このままでは、命にいただいた親方様の名が廃るというもの。殿、どうか今一度、私を吐いてはいただけませんか。あなたの太刀として、この命に与えられたお役目を、全うさせていただきたいのです。承知いたしました。この身に変えても、あなたをお守りします。